進撃の巨人ってひどい最後を迎えたキャラが多いわよね。そうだな。ということで今回は個人的に進撃の巨人で悲惨な最後を迎えたと思うキャラを紹介、解説していこうと思うぜ。お願いします。最初に紹介する悲惨な最後を迎えたキャラはミケザカリアスだぜ。進撃の巨人の中でもトップクラスに悲惨な最後を迎えたぜ。彼は調査兵団ナンバー2の実力を持ち、幼い頃だったとはいえ、リヴァイを捕獲するほどの実力を有してるぜ。鼻が利き、巨人の接近にも即座に気づくことができるぜ。戦闘力だけでなく、敵探知スキルも持っており、調査兵団の中でも非常に有能な人物であることがわかるぜ。鼻がいいのは優秀よね。ウトガルド城の話でウォールローゼで大量の巨人が現れたことで、ミケが仲間を逃がすために巨人を討伐、引きつけることになったぜ。巨人をほとんど片付け、無駄な消耗を避けようと馬を呼んで逃亡しようとするぜ。だが、不幸にもミケの近くには獣の巨人がいたぜ。獣の巨人は長い手を利用して馬を投擲し、これによってミケはバランスを崩し、巨人に食われてしまうぜ。物を投げて攻撃するのはミケも予想外だったみたいね。獣の巨人が無垢の巨人を止めたことで一時は助かったぜ。だが、獣の巨人の目的はミケの立体起動装置を取り上げることだったぜ。ミケは怯えきり、それでも自信を奮い立たせようとするが、獣の巨人が無垢の巨人にもう動いていいよと指示を飛ばしたことで無垢の巨人が一斉に動き出したぜ。ミケの奮い立たせた闘志は一瞬で消え去り、恐怖に変わるぜ。立体起動装置も獣の巨人に取り上げられたので逃げることすらできなかったぜ。馬が使えなくなった時点でほぼほぼ罪だったわよね。歴戦の兵士のはずのミケは死の恐怖に怯え、泣き叫びながら巨人に食い殺されるという末路を迎えたぜ。どんなに強い兵士でも死の恐怖の前では泣き叫びながら死ぬという生々しい最後により、多くの読者、視聴者の印象に残ることになったぜ。もう獣の巨人ことジークに会ってしまったのが運がなかったとしか言えないな。ジークがいなければ間違いなく逃げ切っていただろうぜ。結果論だけど、残りの巨人を始末しなかったのも裏目に出ちゃったわね。まあ、仮に残りの巨人を仕留めてもまた新たに巨人が出てきただろうし、ジークがいた時点でジークが仕留めていただろうぜ。また、ミケの離脱はかなり痛手だったことが伺えるぜ。志願しな決戦の時もミケの鼻があれば敵を探知できただろうし、まあれへんでもジークの脊髄液入りワインにも違和感に気づいてた可能性が高いぜ。ミケがいれば犠牲が少なくて済んだと思われる場面が多かったぜ。ミケは便利すぎたから物語の都合で退場した感がすごいわ。次に紹介する悲惨な死を迎えたキャラはナナバ、ゲルガーだぜ。ミケと同じくウトガルド城で死亡したキャラだぜ。ウトガルド城で夜中に大量の巨人が襲来するぜ。ヘニング、リーネはジークの投石で一瞬で死んだのでナナバ、ゲルガーほど悲惨ではなかったぜ。それでも相当理不尽な最後だがな。ゲルガーは巨人の数の暴力に限界が来てしまい、最後の酒を飲もうとしたが、酒が入っておらず、最後の酒を飲めないまま死亡するというかわいそうすぎる最後を迎えたぜ。しかも酒の中身は巨人に噛みつかれたライナーの傷の消毒に使ってたというね。それだけならまだしもライナーの正体は鎧の巨人であり、巨人に噛まれた傷なんて一瞬で治せたんだぜ。必死こいて死の間際まで戦ったのに唯一の慰めである酒すら飲めずに死んだのはあまりにも悲惨だぜ。まあ、アニメでは壁に頭をぶつけて気絶したまま食われただけ七葉よりはマシかもしれんがな。気絶したまま食われるのがせめて物救いとか悲惨すぎるわ。七葉の最後はミケの最後と負けず劣らずの悲惨さだったぜ。七葉もゲルガー同様限界が来てしまい、多数の巨人に囲まれ、獅子を掴まれてそのまま死亡してしまったぜ。アニメでは父親に虐待をされたことを匂わせるセリフを言っており、さらに悲惨さが増していたぜ。彼らも決して弱くはなく、歴戦の調査兵団だったぜ。にもかかわらず、死の間際になると泣き叫んでおり、歴戦だろうが結局は人でしかないと思い知らされるぜ。ウトガルド城は悲惨な死に方をする人が多かったわよね。次に紹介する悲惨な死に方をした人物はマルコボットだぜ。マルコはライナーとベルトルトの正体に関わる会話を聞いてしまい、口封じのために合流した兄によって立体起動装置を取られ、無垢の巨人に食い殺されてしまったぜ。信頼していた仲間に裏切られ、しかもどうして自分が殺されるのかを理解しないまま絶望に満ちて死亡するというあんまりな最後を迎えたぜ。マルコは創作物でよくある、序盤で真実に近づきすぎて死んでしまったキャラね。マルコは察しがいいのでライナーやベルトルトの正体に感づいてしまい、ライナーからすれば情報が漏らされる可能性が高かったぜ。ライナーの迂闊さが招いた結果であり、マルコは巻き込まれてしまっただけだぜ。マルコは必死に訴えかけたがライナーたちが止まるはずもなく、訳もわからず食われて死んだぜ。ちなみにマルコを食った巨人は精神分裂したライナーによって仕留められたぜ。マルコが中途半端に食われてそのままだったのもマルコが絶命した瞬間にライナーがマルコを食った巨人を殺したからだぜ。マルコは進撃のスクールカーストでも死んでるし、発酵なキャラよね。
マルコが死亡したことでジャンは調査兵団に入ることを決意し、終盤でもマルコの遺言である、まだ何も話し合ってないが重要になってくるぜ。序盤に退場してしまったが、彼は多くの登場人物に大きな影響を与えたぜ。それゆえにマルコはコアなファンから人気が高かったりするぜ。ちなみに作者からはキャラが立たなかったので予定より早く死んでもらいましたと答えており、殺されたメタ的な理由もあんまりだったぜ。しかも皮肉なことに死んでから人気が出るというね。次に紹介する悲惨な死に方をしたキャラはマルロ・フロイデンベルクだぜ。マルロは志願しな決戦で憲兵団から調査兵団に入ることになるぜ。マルロは元から不正を嫌っており、憲兵団に入ったのも楽をするためではなく、憲兵団の腐敗ぶりを正すためだったぜ。だが、王政編にて憲兵団に見切りをつけたようで調査兵団に入ったぜ。同僚のヒッチにはやめとけと止められていたぜ。ヒッチはマルロの身を案じてたのに言い方が悪かったわね。まあ、言い方云々関係なくマルロは止まらなかったでしょうけど、志願しな決戦では100名の新兵の一人として登場していたぜ。ジークによって追い詰められ、エルヴィンは新兵100名をおとりにする作戦を敢行したぜ。その結果、エルヴィン含めマルロも死亡し、生き残ったのはフロックのみだったぜ。死の間際、マルロは自己犠牲を掲げておきながら自分の覚悟のなさを思い知ることになり、恐怖に満ちた最後を迎えてしまったぜ。この時のマルロの独白は印象に残ってる人も多いと思うぜ。マルロの独白は悲しすぎたわね。マルロは死の間際、寝ているヒッチを思い浮かべており、いいなぁと口にしてたぜ。この時のマルロは勢いに任せて死地に赴いたことを後悔してたことが伺えるぜ。あるいは自身の覚悟のなさに呆れていたのかもしれないぜ。死の間際まで正義感を貫けないのが妙に生々しいぜ。マルロは生き急いだ一般人でしかなかったんだろうぜ。このマルロの最後はかわいそうと思った読者や視聴者も多いぜ。他の兵士も全員死んじゃったわよね。しかもフロック以外全員死んだ挙句、獣の巨人を仕留め切ることができず、逃がしてしまったからな。この段階だと新兵は実質無駄死にだったぜ。まあ、最後の最後でリヴァイがジークを殺すことができたので結果的にある程度報われたがな。新兵なんてこれからなのにその時が訪れることもなく無情に死んでいったのはあまりにも悲しすぎるぜ。生き延びたフロックにとっても地獄そのものであり、誰一人幸せな結末を迎えていないぜ。後悔や恐怖にまみれた最後だったわね。次に紹介する悲惨すぎる最後を迎えた人物はベルトルト・フーバーだぜ。ベルトルトは志願しな決戦にて超大型巨人の爆発によって多くの調査兵を殺し、生き残った104期生を相手に無双しまくってたぜ。だが、最終的にアルミンの作戦にはまり、エレンに本体を引き剥がされ、敗北したぜ。その後は気絶し、巨人化したアルミンに食われたぜ。獅子をもがれてダルマにされてたので抵抗することもできず、泣き叫びながら食われたぜ。戦闘時は覚悟が決まってたのに自分の命の危機に瀕すると怯えまくるのがなんとも皮肉ね。食われる直前、ベルトルトが104期生のかつての仲間たちを見て一瞬安堵して助けてと命乞いするのも虚しさを誘うぜ。当然ながら裏切り者を助けるわけもなく、兄とライナーの名前を叫びながら死んだぜ。おまけにベルトルトは兄に好意を持ってると思われる描写があったが、その兄はベルトルトを食った兄に惚れていたぜ。これについては読者や視聴者から寝取られだと言われてたぐらいだぜ。厳密には寝取られじゃないけどね。そうだな。ベルトルトと兄は別に恋人同士でもなかったのでアルミンが兄を寝取ったわけではないぜ。だが、結果的にアルミンがベルトルトの全てを奪う形になったのは事実で、ベルトルトの報われなさが描かれてるぜ。それに人格分裂でトンチキな行動を取ったライナー、壁内に情が湧いて戦い方を教えてしまった兄と、戦犯ムーブをかましてた二人が生き延び、特に戦犯行為をしなかったベルトルトだけが死んでるのも無情だよな。言われてみれば、ベルトルトは兄やライナーと比べて余計なことはしてないわね。それなのにベルトルトだけ死ぬのはきついわね。劇中の9つの巨人の継承者でここまで悲惨な死に方をしたのはベルトルトぐらいだぜ。9つの巨人の継承者が死ぬことは多くあったが、いずれも悔いなく死んだものばかりでベルトルトの悲惨さが目立つぜ。9つの巨人の継承者は後悔なく死ぬパターンが多いけど、ベルトルトだけは本当に悲惨よね。次に紹介する悲惨すぎる最後を迎えた人物はドットピクシスだぜ。ピクシスはマーレ編にて脊髄液入りワインを飲んでしまい、ジークの叫びによって巨人化したぜ。そして、アルミンによって葬られる形で死亡したぜ。ピクシスは最初にエレンを助けることを選択した人物だぜ。ピクシスがいなければエレンはその場で始末されて終わってたかもしれないぜ。そういう意味ではピクシスはエレンの恩人の一人だぜ。そんなピクシスがエレンとジークの凶暴によって死ぬのがかわいそうすぎるわね。また、ピクシスは酒が何よりも好きであり、その酒を飲んだことが命取りとなってしまったぜ。ピクシスは自身が何よりも愛する酒に殺されたと言っても過言ではないぜ。巨人化する直前、酒を飲んで死亡したのが唯一の救いだな。
脊髄液入りワインで巨人化して死亡した者は全員悲惨だが、やはりキクシスはエレンを助けたことがあることや人類を救おうと必死で動いてたことが描写されてたのに愛する酒に殺されたのでひときわ悲惨さが強いぜ。キクシスだけでなくナイルも悲惨な最後を迎えてたわよね。ナイルもなかなか悲惨だったな。ナイルもキクシス同様、脊髄液入りワインを飲んでおり、巨人化してしまったぜ。最後は蚊帳に襲いかかっていたところをガビによって射殺されて死亡するという最後を迎えたぜ。ナイルはガビと蚊帳の和解の礎となって死亡したぜ。ナイルは憲兵団だったが、憲兵の中でもマシな方であり、決して腐敗した人間ではなかったぜ。マーレ編でも敵であるファルコをガビとコルトに引き渡して逃がしてたしな。ナイルは最初の頃は印象が良くなかったけど、決して悪い人ではなかったわよね。とまあ、個人的に悲惨な死に方をした進撃の巨人のキャラはこんな感じだな。悲惨な死に方をしたほとんどの原因がジーク関係だった気がするが、進撃の巨人のキャラの死に方は様々な形で悲惨さが描かれてると言えるな。他にも多くのキャラが悲惨な死に方をしてるわよね。この動画に出てない悲惨な死に方をしたキャラがいると思ったらコメントよろしくね。ということでこれで個人的に悲惨な死に方をしたキャラの紹介、解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。